河田寿司は、熊本県熊本市出身の元プロ野球選手。熊本市立計量中学校から、熊本高大高校に進学し、講師工田の保守として台頭した。1997年夏、河田が3番、保守を務める門徳高校野球部は、熊本県大会を勝ち上がり、第79回全国高等学校野球選手権大会に、熊本県代表として出場した。 しかし初戦で、千葉県代表、船橋市立船橋高等学校に、ランダ戦の末10から17で敗れた。高校の2年先輩に、末広五代がいる。翌1998年春に、三菱重工長崎に入部したが、当時の三菱長崎の正捕手は、貝塚正秀だった。当時の監督の小島敬民の意向もあり、入社後の2年間は一類手として起用された。 しかし1999年秋、ドラフト会議で、貝塚がセーブライオンズに指名されると、翌2000年には、当時20歳の川田が、聖保守として抜擢された。体格の良さと、広角打法は、以前からの特徴だったが、早々に2000年ジャバ岡山大会で、首位打者賞を獲得。後藤孝之、杉内俊也、松永博則ら、 高投手の球を受ける中で、キャッチング、リード、さらに打力にも磨きがかかった。2001年には、保守として日本選手権優勝に貢献。以後は、社会人野球界屈指の保守として全日本にもたびたび、集され、2004年ハーレム大会では全日本の4番、保守として活躍した。2005年ドラフト会議で東北楽天ゴールデンイーグルスに4巡目指名された。 2006年は2軍中心の出場で、打率、275の高成績を残した。1軍では13打席7三振で安打に終わった。2007年3月27日の対福岡ソフトバンクホークス戦にて8回の表に代打として、出場し、荒垣なぎさより、ライトライナーの二塁打を放つ。これが、プロ初安打となった。しかしその後2軍落ちし、 再び一軍に戻ってきたのはシーズン終盤であった。シーズン最終戦の10月5日の対千葉ロッテマリーンズ戦では保守ではなく一塁手として先発出場した。2008年は一軍での出場はなし。ファームでは指名打者一塁手として起用され保守としての出場は一度もなかった。2009年ポジション登録を内野手に変更。 この年も一軍での出場はなかった。2010年も一軍での出場はなかった。周期キャンプよりポジションの再転向を視野に保守としての練習を再開している。2011年は保守として登録されたが一軍での出場はなかった。12月11日に来シーズンより背番号が99に変更されることが発表された。2012年7月6日。 5年ぶりに1軍出場を果たし、7月7日にはプロ初打点をマーク、8月29日には4番も任された。1軍では代打、または指名打者として起用され、守備につくことは一度もなかった。同年オフに一塁手として登録される。2013年10月29日に戦力外通告を受け、そのまま現役を引退。2014年からは、 育成担当ケンブルペン保守として球団に残り、現在に至る。補給技術や、インサイドワークに課題を抱えるなど、プロの保守としては、守備面で若干心もとない面があり、代打としての起用が主であったが、その打力を買われて、チーム首脳陣は一類手や DH としての起用も、検討されていた。中学の先輩にシンガーソングライターの森高千里、後輩に、タレントの福田咲希がいる。 週刊ベースボールのボールパーク共和国内では名前が寿司と書くため何度もネタにされ川田の知名度は飛躍的に高まったしかし実際の川田本人はこの名に非常に強いコンプレックスを抱いており食べ物の寿司も好きでない2006年1月にミス日本北海道東北地区グランプリでミス日本ファイナリストミス仙台などを受賞した元モデルと結婚 2009年10月に長女誕生愛犬が2匹いるありがとうございます。